オフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。このコーナーでは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。今回のシリーズは家族葬の現場からです。オフィスシオンで働いている女性スタッフが仕事を通じて日々感じたことをブログに書いています。その中から毎日1話ずつご紹介しています。今日は2010年3月15日のブログからご紹介します。私のストレス解消法。今日は私たちのネットワークではストレス解消法で盛り上がっているようなので、私もストレス解消法を書こうかと思います。私のストレス解消法は愛犬と遊ぶことです。今夜は実は先月の後半以来久しぶりにお通夜の現場がなくて早めに家に帰ってこれました。だから愛犬の用品もたくさん買い物してきました。今から愛犬とのひとときを過ごしますけれど、こんなに多くの皆さんが一気にストレス解消法について書かれるとは、皆さんだいぶストレスが溜まってきているようですね。草野球にイチローが出てきて本気出されたり、団子サッカーに中村俊輔が来て本気出されたり、仲良くメダカが泳いでいるのにいきなりピラニアが入ってきたり、こういうことがあるとストレスもたまるもんですね。今日は2010年3月15日のブログから私のストレス解消法をご紹介しました。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。そして今回1月5日発売のオフィスシオンの寺尾社長監修の漫画で丸わかり初めてのお葬式をプレゼントいたします。難しい、分かりにくいと思われがちなお葬式について事前に知っておくこと、葬儀社を決めるまで、当日を迎えてなど漫画で分かりやすくご紹介しています。また皆様からのご質問やご意見ご感想を募集しています。本ご希望の方、そしてご質問などは住所氏名をお書きの上、メールの方は info@nara.fm info@nara.fm、 ファックスの方は0742-24-8422 0742-24-8422。 お便りおはがきの方は郵便番号 630-8334 奈良市西の深夜町43奈良ドット FM オフィスシオンの係までお送りください。お問い合わせは 0742-24-8415 0742-24-8415 奈良ドット FM へお願いいたします。オフィスシオン FM しきたりアカデミー家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。